に来た時にですね、この辺に肩甲骨を集めたんです。肩甲骨同士を寄せて下げる、寄せて下げる感じです。はい、でもちろんこっちの筋肉を使うんですけども、こっちだけを意識してしまうと体が反りすぎてですね、腰を痛めてしまうんです。腰を痛めないためにはこう腹筋を使ってしっかりおへそを体にグッと押さえつけて、そうすると前後の筋肉がバランスよく使われる。はい、もう一度いきましょう。はい、もう使ってます。息も使いますよ。6、そうです、そうです。お腹締めて、7、3回いきましょう。はい。8。はい、顎下まで。9、ゆっくり戻して、最後、引いてくる。自分で、OK! 離しましょう。